え今日はですね当事者かつファイナンシャルプランナーの方に来ていただいて、えー、お話を伺っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします、えー、時間の流れこの後ですねえっ、ー、と登壇の方をご案内した後、えー、すぐお話に移りますで今日のテーマは投資ですはい、えー、それ以外のお話ももしかしたら絡むかもしれませんがこの投資というのを今日はテーマにしていきたいと思います そそもそもこののセミナーなぜしているのか、えー、株式会社会員がしているというのは就労移行支援とかですね、自立訓練、生活訓練とか、まあ、そういったことをして稼ぐとか行政に頼るとかですね、適切に使うとかこのあたりまではあのサポートすることが多いんですがこの4、5の部分がほとんど、まあ、当社は直接あのすることがないところなので、まあ、こういったセミナーでお話を深めていければなと思っているところです。 今日の登壇者なんですが、えー、と何回もあの登壇していただいている方に、えー、今日もあの、えー、とお話しいただく形になります。えー、ご意見番は3人の予定だったんですが、えー、とちょっと今日はまだ宮田さんがいらしてないので、宮原さんと岩切さんの2人でもしかしたらご意見番回していただくかもしれませんが、この後よろしくお願いします。 司会はいつものですね、開炎のチーフ発達障害オフィサー、今年をお願いしています、療育ママさんにお願いしてまいります。はい、では、一旦共有を解除いたしまして、この後の資格を療育ママさんにお任せしたいと思います。療育ママさん、よろしくお願いします。 はいえー、今年度、えー、カイエ園さんの、えー、チーフ発達オフィサーを務めさせていただいております。良い熊本申します。よろしくお願いいたします。 私自身も、えー、発達障害の子どもを3人育てていながら、えー、個人活動をしている、えー、そんな、えー、ママとなります。今回の投資の話は、えー、私自身もとても興味深く、えー、拝見できることをお聞きしながら、えー 私自身も質問させていただけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。では、ご意見番の宮原さんからご紹介の方をお願いいたします。はい、宮原秀樹と申します。僕はファイナンシャルプランナー、技能士の一級を持っています。あと、キャリアプラ 国家資格のキャリアコンサルタントということで、あの、そういう就職の支援だとか、あの、そういったこともさせてもらっています。まあ、本業は、あの、営業のサラリーマンなんですけど、副業でそういう講演だったり、えー、カウンセリングですね。そういったこともさせてもらっています。 あと、大人の発達、凸凹の会、いろいろというのもやってまして、実は今日、これの2時間前ぐらいからに終わった、あの2時間ぐらいやってたんですけど、まあ、その後っていうことで、はい、今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、岩切さん、自己紹介、よろしくお願いいたします。はい、岩切健一郎と申します。よろしくお願いします。私もえっと 宮原さん。宮原さんとは個人的に交流もあって宮津と呼ばせていただいてますので、ちょっとセミナーちもそんなふうに呼ばせてもらえればと思うんですけども、宮原さんと同じく FP1 級とですね、あとは FP の世界企画みたいなのがありまして、それの CFP というんですが、それに全科目合格しているというところです。私自身が ADHD の当事者でありまして、薬も服用しながら FP の仕事をさせてもらっています。 私自身は個人事業主みたいな形で働いていたりとか、ここに今書いてます、自分の会社の方をを経営させていただきながら、発達障害の方専門の FP というような側面を持ってです、ね、活動させていただいてますので、自分もお金ですごい失敗をしてきましたんで、そういった経験も踏まえて、今日のお話できればと思ってますので、どうぞよろしくお願いしますありがとうございます。 では早速ケース1の方を、えー、ディスカッションしていきたいと思います。あケース子ども編です。えー、ASD の診断がある小学3年生、不登校気味です。高校も通信制高校で私立を受験するかもしれません。教育資金を貯めるのに NISA、ジュニア NISA、積立 NISA、隠し保険、 養老保険などいろいろありますが、どのように違いますかまた、お勧めはありますでしょうかというケースを今回ディスカッションしたいと思います。では、あの岩切さんの方からおすすめだったり、このえー、それぞれの教育資金のため方の違いとかを、えー、お話ししていただければなと思います。いかがでしょうかはい、私の方からお話しさせていただきます。小学まあ、最初に結論をお伝えさせていただくと、 ここに載っているような方法は実務としてあまりお勧めすることはありませんというのが一つです。でなぜかという理由を説明していきます。理由は今、小学3年生ということは9歳だと思うんですね。でもう高校までの年数ってもう6年ぐらいになってくると思います。でえー 基本的に資産運用というのは長い期間を前提としておかないと大きく損をしてしまうタイミングが来るかもしれないですね、長期的にやればかなりそのリスクというのは減ってくるんですけれども長くやるとそういう形になってくると、短くとそういう形になってくるのでもう高校までの6年間とかっていう短い期間であればあの普通に貯金で準備されるのが一番いいかなと思います。 で学資保険とか養老保険とか上があってましたけれども、ああいった商品も最低10年間ぐらいを置いておくものでないとですね、お支払いされた保険料に対して、将来帰ってくる分が100%を切ってしまうものがほとんどですので、そういったことから考えても、えー、期間が短い、今6年ぐらいしかないと、もし高校だとしても、あと9年ぐらいですかね、しかありませんので、えー、そういったことを考えると、あのー 貯金が一番だというふうに言うことができます。私からは以上で、ちょっと違いについて話すと長くなるので、またちょっとおいおい答えていければと思いますが、えこれは答えとしては以上です。はい。ありがとうございます。宮原さん、あの補足とかありますかそうです、ね、まあ、僕も、まあ、岩木さんと近いんですけど、まあ、あえてお勧めするんだったら、この中だったら、積み立てに i い a かなとは思います。ただ、あの、岩木さんおっしゃったように、あの、 まあ年数を味方にするっていうのが積みニてサの特徴になりますのでその必要な時にですね高校の入学金、まあ、大学の入学金その時にその投資信託ですね、あの価格が高くなってたらいいんだけどそれが低くなってたらあの投資した分より少なくなるっていうリスクっていうのはもちろんゼロではないので。 まあ傾向的にはそれぐらい長く続けたら大体プラスになる可能性の方が高いのは高いんですけどそういうふうにマイナスになった時にまに、あ、そこを使わずに他から出せるよっていうぐらいの余裕があるんだったら全然あのおすすめはできるのかなとは思いますもしじゃあこのケースの場合あの、えー、お客さんとして来られた場合はまた違う商品の方をおすすめされるかもしれないということですかね。 そうですね。まあ、余貯金と、まあ、余裕があれば積み立てに差っていう形もありかなと僕は、個人的には思います。まあ、お客様のその余裕ということにももちろんあるんですけど、全部を全部貯金っていうのも、それもあまり増えないっていうことにもなってきますので、うん、あの、最悪貯金で賄える部分でっていう形のリスクの取り方ですよね。あの、 個別具体的な金額と相談してっていうことにはなってくるのかなとは思います。そうなった場合、普通預金に積み立ててたらなんかちょっともったいないなって私は個人的には思ってしまうんですけど、はい、そういうのはなんかこう、他の<あ>なん定期にしたりとかする。まあ定期も知れてますよね。そうなんです、まあ。<laughs> 何か、療育ママさんが。 あのご存知のそういう商品というかあれば教えていただきたいこっちが教えていただきたいなみたいな感じなんですけどそうですね私個人的にはもうなんだろうあの子どもが小さい頃にそういうのは入ってるので10年は多分運用できるかなとみ見て思っていますで賞賛で気づいた時に隠し保険が足りないというケースはやっぱりちょっと出てきたりとかするんですね高校を 2回行くことも多分入り直しもあったりとかするので,で私立になるとやっ保護者としてもちょっとお金が足りないっていうのがあるのでそうなると小学校のうちにこう定期的にこう1万円でも積み立てていった方がいいのかなって思いながら普通預金だともったいないなでもどうすればっていうケースになったら岩切さんとかどうお答えしますか はい、あの株式の世界、投資信託だと思うんですが、もし積み立てるとかって考えると、まあ、保険はまず10年ぐらいだと増えないので、まず無理だと思ってもらった方がいいんですけど、はい、結ほ取るの難しいと。で、投資だと、本当に大学、高校に入るっていうタイミングで暴落が来たときに、積み立てたお金が半分とかになっちゃうことって全然あるんですね。過去の暴落とか見て、そういうことがあって、でそれ半分になったときに、 長期的な目線で見てるからあの、半分になったとしても教育ローンを借りるよとかあの、半分になったとしてもずっと積み立てを続けられるよというような心持ちであればですね、問題ないかと思うんですけども、なんとなく増えそうだからということで、積み立てに全部こうお金を入れてしままあ、少ないお金でも入れてしまったがために高校のお金が足りないということは絶対避けなきゃいけない、避けてほしいなと思っているので。 えー、奨学金借りてもいい、教育ローンを借りてもいいという風うな心もちてない限りは、えー、無理やり積み立てをする必要はないかなと思いますはい、ありがとうございますとてもわかりやすい説明で私も参考にさせていただきたいと思いました<あ>では次、ケース大人編の方に移りたいと思います、えー、ケース大人編、私は30歳の女性です ADHD の夫、34歳がいます え転職を重ねていてなかなか転職につきにくく夫はお金使いが荒く貯金もあまりない状態です夫婦とも働きでいつか子供も欲しいのですがいつかねとしか言いませんライフプランで将来の見通しを立てたいですどのくらいのお金があれば老後孫にお小遣いを渡せてのんびり過ごせるようになりますかひで子をすることも考えていますが 振り分けをどのようにするか悩んでいます。また、投資をするときにいくらぐらいの金額から始めたらよいでしょうかというご質問あ、ケースの場合なんですけれども。ではあの、宮原さん、いかがでしょうかあ、えっ、ー、とですね、これはちょっと岩切さんから先に <laughs> 言ってもらってもいいですか <laughs> はいなんか僕ちょっと違う視点かなと思って。わ<は>かりました。岩切さん、んお,願お願いします。はい、私から行かせてもらうと、 あのー、これ分、ご夫かお金の問題より手前の問題かなという,う,そう,そう皆さんがお話ししたはそういうことですよね。そうです、そうです、そうです。そういうことです。思うんですよね。そもそもこうご夫婦の向いてる方向っていうのを合わせていく必要があると思いますし、転、えー、職を重ねるとか、全然その、あれなんいいいか、別にいいか悪いかは言うつもりはないんですけれどもなん、どういう夫婦にしていきたいかとか、どういう家庭にしていきたいかというのも、 お二人で話し合うのがまず最初かなと。で、あくまでライフプランを使ったりとか、先ほど書いてあったイデコとかって手段になるんですね。ご夫婦の目的を達成するための手段なので、目的がないと、えそもそも、こう、プランニングができないというところがあります。プランニングって地図みたいなものなので、目的地がわからないと地図書けないっていう感じになっちゃうのでですね、まずはご夫婦で、 どういうふうに今後、仮定していきたいかっていうのをしっかり時間を取って、お話し合いされることを、お勧めしますし。もしご依頼に来たとしても、ライフプランを作ることはしないかなと思います。私から言います。わ、うん、かりました。<う>うん、すごい。<う>耳が痛い話。もう、岩切さん言ってくれたのとま、まさに僕も同じことを言おうとしてたんで。あ、そうですね、うん。テクニックの話とマインドの話っていうことになったときに、お金を云々することよりも、やっぱりね、同じ方向を夫婦で。向く。で。 あのお互いにやっぱり夫婦があのリスペクトし合うというかね尊重し合ってっていうところが多分できてない中で奥さんだけ頑張ってお金をなんとかしようって言っても多分うまくいかないと思うし逆にそういうことをやってご主人がもしそれ見つけてああこんなとこに金があるとかで使っちゃうとかそういうこともありえる話だと思うしそういう話もよく聞くのでまずはご夫婦できちっとコミュニケーションを取るそこがもうね さっき目的手段じゃないけど手段を考えるよりもまず同じ方向を見るっていうところを合わせるんですねそこが一番大事かなと思いましたはい一緒,一緒ですねありがとうございますえっとすいませんえー、っとこの、えー、もし、えー、このお 夫の方に、えー、同じ方向を向いてほしていという奥さんが来られたとき、私だったらプラ,ライフプランを見せた方がか将来の見通しが分かりやすいかなと思ったんですけど、そうではなく、えっとえー、どういうふうに、えーえー、将来を見据えていくかというのを。 本人同士で話し合うっていうのが今回の回答でよろしいですか、ね、僕、まあ、日本ではねあまり一般的ではないとはないんですけどあの例えば夫婦カウンセリングとかねそういう第三者客観的な第三者からの意見をもらう奥さんの見方とかねご主人の見方が入ってあの例えば奥さんの両親が入るご主人の両親が入るっていうところで話しても多分まとまる話でもないのでなんか両方の 話を客観的に聞けるような第三者に入ってもらって話す2人で話すとどうしても力関係で奥さんが勝ったり、うん、ご主人が勝ったりっていうことであの私はこうしたいご主人はこうしたいっていう方向が違ってたらもうお金の話なんか知っても全然意味ないと思うんですねまずそこを合わせることが大事で夫婦2人でできないようだったら何かこう第三者の方を頼るっていうことが大事なのかなとは思いますね。はい ありがとうございます。この中で、イデコのについての質問も来てたんですけど、もしイデコを運用する場合、いろいろ割合があるかと思うんですけど、それもご家庭によって割合の方法は違うかと思うんですが、一般的に今おすすめの割合方法とかありますかこれもですね、ライフプラン立ててみないと何とも言えないってところがありまして、あの皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、 イデコはですね、あの60歳までお金を引き出せないというふうなメリメリ、まあ、特徴があります。それがデメリットになる方もいらっしゃる、メリットになる方もいると思うんですけれども、ということは60歳までにどんなことでどれぐらいお金が出ていくかって、ご家庭によって全然違うと思うんですね。お子様がいるご家庭なのか、お子様がいるとしたら何人いらっしゃるのか、あとは住宅を購入する予定はあるのかとか、まあ、車を買う予定があるかとか。 そういった出費の予定を全部見えた上で、で、それでもう、その出費は全部現金とかから賄えるよっていうのが分かって、分かれば、それ以外の金額をイデコに振り分けるというのは非常にいい選択肢だと思います。ただ、それが見えない中でイデコをやってしまうと、あのお金も引き出せないし、手元に現金がないしと、イデコって、もし自己破産したとしても引き出せないっていう、すごいこう引き出しに制限かかる仕組みになってますので。 それを全部把握した上でやる方がおすすめです。はい。ありがとうございます。で、あと、ここの質問で言うと、ライフプランを、まあ、作った時、えっときに、老後に孫にお,お金を、孫にお小遣いを渡せるぐらいのんびりこうゆったり過ごせるぐらいの、えー、年金も合わせてどれぐらいをこう想定していたら、まあ、 ゆったり過ごせる、こう老後を過ごせるくらいのお金が残してた方がいいのか、金額的にはどれぐらいなのかっていうのをちょっと教えていただけたらなと思います。宮さん、ありますか <laughs> 岩切さん、お願いできます。わかりました一応、総務省のデータでゆとりのある老後の生活が34万円と出てます。ご夫婦相ってですね。はい。 月々34万円の生活費があれば豊かに暮らせるよっていうデータが出てるんですけれども、じゃあ年金ってどれぐらいかっていうと、1人大体13万から多くても16万ぐらいなんですね。めちゃくちゃ働いて16万ぐらいだと思ってください。はい。で、専業主婦、方奥様が専業主婦とかパートとかだと、2人合わせてそうですね、21、2万ぐらいかなと思うんですけれども、まあ、そうすると足りない部分が10万ぐらいもし出てきたよと。 っていう風になると、えー、簡単な計算式としては、えー、10万円 ×12 か月 ×65 歳からまあ90歳ぐらいまで生きると考えて、25年という感じですかね。そんな形の計算式でこうざっくりですけど、出していきます。年金とか正確に計算しないとわからないですけどね。はい、そう月,月の不足金額 ×12×、えー、平均需要までの、ね、残り年数みたいなので、不足金額を出していくといいかなと思います。 僕は思うのはです、ね、今もうこう定年っていうのがもう本当、ないっていうことになってると思ってて、終身雇用っていうのも,もうほとんど崩れてきてる中で、あの老後、孫にということもそうなんですけども、老後っていう考え方がもうなくなってきてるような気がしてます。 まあ、ライフシフトっていう本も出ましたが、はい、あのだから僕はそういう意味で今本業っていうものがもしあって定年っていう制度がある会社に勤めてるっていうことでもやはり副業とか兼業ですねなんか自分の働けるところを確保しておくっていうところの方がお金をまあ貯めておくっていうのももちろん大事ですけど自分のそういう稼げる力をつけておくあの好きなことをやるっていうような知識スキルをつけておくっていうことの方がより 重要なのかななんてことはあの考えています。ありがとうございます。すごく分かりやすかったです。ではここからはえっ、ー、と事前に、えー、お申し込みいただいたときに、えー、いただいたえっ、ー、と質問の方に移らさせていただけたらと思います。えっ、ー、とまず一番最初にあのご質問が来た分に関して読み上げさせていただきます。 ファイナンシャルプランナーとして働く上での困難さはないですか特にスケジュール管理やコミュニケーションなどそういった中で困難さはありますでしょうかという質問なんですが岩切さんいかがでしょうかはい。これはですねなくなな、あんまりないですね、私の場合は。はい、スケジュール管理はもう全部あのこの スマホを使ったカレンダーでやっているので、かなり、えー、すスケジュール管理難しくないっていうのと、あとコミュニケーションについては、あのー、これ何回か、あの、なんでしょう、自分のブログとかで書かせてもらってるんですけど、えー、いろんなパターンを覚えている形でカバーしてます。昔はすっごい空気読めなかったんですけど、こういう発言したらなんか怒られたなとか、こういう発言したら変な空気になったなとかっていうのを、あの、全部頭に入れてるんですよね。 でその都度どういう言葉の引き出しだったら、えー、失礼がないかとかどんな言葉遣いとかどんな枕言葉だったらいいかっていうのを全部覚えてでそれを出しているとコミュニケーションがうまく取れるっていうことが分かったので今はあんまり困難がないですが若いうちはめちゃくちゃ大変でしたはい以上ですそうですねそのあのパターンを理解するまでってどれぐらいの年数かかられましたか、はあでも社会人の最初2年ぐらいは本当に仕事ができなかったので。 2> 2年丸2年ぐらい、毎日営業に費やしてようやくって感じだったので、結構大変でした。それももう経験値で覚えていたのか、それとも何かメモされてたんですかあ、もう経験値ですね。もう反省はしました。一回一回会話が終わった後に変なところなかったかなとか、毎回毎回自分の中で反省していって、それを次に生かすっていうのをうずっと繰り返してました。これ普通の人だて一般的にやってることだと思うんですけど、僕ら、AD、HD とかだと考えないとできないんで <laughs>、はい、 考えて振り返るつもめっちゃやってました。宮さんもやっぱそんな感じですか。あのおっしゃる通りで、あの僕もやっぱりコミュニケーションも苦手でしたし、まあ正直あのまあツイッターとかにも書いてますが、43年間まあ今47ですけど友達も。 本当ゼロだったんですけど、まあ営業をやることで、あの僕も ASD、アスペルガーの傾向があって、人と目を合わせることができません。アスペルガーの人ってできないとかよく言われるんですけど、まあ、お医者さんから目を合わせることできるから、アスペルガーじゃないねというふうに言われたんだけど、アスペルガーって死懐いたんですね。それな,なぜああの目合わせるようになったかっていうと、やっぱりお客さんと接する中で、あのもう失敗を重ねて、 経験してて、まあ、そこで成長させてもらったのかなとあのソーシャルスキルトレーニングをあの営業という場で苦労してあの勝手に身についた部分っていうのは結構あったのかなっていうのはあの思ってますねあと診断を受けて自分の理解が進んだことがすごく大きかったなとちょっとあの話の趣旨とは変わってくるかもしれないんですけど僕の歴史ということで言うとあの自分を理解するっていうことがすごくあのコミュニケーションには役立ったかなとは思ってますね。 ありがとうございます。具体的に教えていただいてとてもありがたいと思いました。私も子どもに行かせていきたらなと思いますで。次の質問にちょっと行かせていただきます。えファイナンシャルプランナーになるための資格の勉強をしていますが、 えー、通信教育とかです。その勉強で苦労したこととかはありますかまた、それで一番重要なことは何ですかっていう質問なんですけれども、えっと、これは岩切さん、いかがでしょうかはい。あの私は CFP っていうテストはですね、多分5回ぐらい落ちてるんですけど、<laughs> <あの> <laughs> 受かるまでやるっていうことが大事かなと思います <laughs>。その中で苦労したのは、やっぱ集中力が続かないとかっていうのがあるんですけども、 まあ諦めないっていうこともとにかくあるっていうだけですね。すみません、なんか全然答えになってなくて。だろう、この言葉とかすごい難しいものとか出てくるかと思うんですけど、はい、そういう名も、丸丸えをして丸暗記みたいなな感じなんですかあ私の場合は幸い実務と紐づくところがあるので、この話はこういう方には当てはまりそうだなっていうこの経験と勉強を相互相互に。 お、いい感じでやれたので、それは良かったことだと思います。それはとてもすごいですね。三原さんはいかがでしょうか。そうですね。僕は、まあ、ちょっとマウント取るようであれなんですけど、一、うん、回で受かりました。さすが。<laughs> あの、まあ、僕勉強はと、得意したら得意な方で、あの、やっぱり一番大事なのは勉強のやり方ですよね。自分に合ったやり方。うん、あの、よく小学校、中学校、まあ、うちの。 子供とかの見ててもね、やっぱりもう変わんないですね、なんか、板書して、何してとかね、それが得意な人、苦手な人って、やっぱり人それぞれあったやり方って勉強あるんですけど、それを自分の中であの理解するっていうことですね。それで、僕も同じ、丸暗記はしないです、あの分からなかったら徹底的に調べて、今もう、ググったら何でも調べてるし、なんでもみんな詳しい人が書いてるんで、それ見たら、あテキストってね、やっぱり薄いです、あの詳しく書いてないです。その より詳しくするんだったらブログだったり、今 YouTube もあるし、いろんなの見たら、あそういうことかっていうのが腹落ちしたら、もうすごくやっぱり理解できるなと、今、恵まれてるなと思ってて、あと、何のためにファイナンシャルプランナー取るかっていうことですね、まああの取。取ることが目的ではないんで、あのまあ僕はまあ仕事に使うっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、取ってどう生かすかですよね。あのそこを あの楽しく勉強できるますよ、ね、そういう自分の将来につながるっていうことだったらただ資格っていう称号が欲しいだけだったらちょっとしんどい思いして取るっていうことになるし、まあ、僕大学受験の勉強なんか大嫌いでしたけどなんか今やってる勉強、ね、今心理とかあの勉強するとすっごい楽しいですよね自分が知る好奇心でやっぱ勉強好きこそものの上手な例じゃないけどなんかそういう感じで勉強できたら一番いいのかなとは思いました。 はいありがとうございます。実際の経験が本当に生かされている、そんな素敵な仕事なんだなっていうのが分かりました。では、えっと、次の質問に行かさせていただきたいと思います。えっと、今度は、えー、子どものことですね、えっと。算数障害があり、えー、計算が苦手です。足し算算引ききはできますが 家計算、割り算が含まれた文章問題は難しいという程度の子です、えー。せめて生活で使う程度の計算をできるようになると良いと思っています。毎月のお小遣いを渡すときに子供と一緒にお小遣い帳でイン、アウトを確認するのですが、終始が合いません。毎回親子で言い争っているのを見かけ寝た夫が電子マネージにしようよと言い、 現在、手続き中です。それでみんなのストレスは解消すると思いません、思いますが、お金の使い方が分からなくなるのではないかという心配がありますという質問なんですけれども、こちらは岩木さん、いかがでしょうかはすみませんあの。私が算数障害の方の,その生活に関するところの専門家ではないので、ちょっと 回答は控えさせていただければと思います多分せ先生に聞いた方がいいと思いますお医者さんにはいすみません、皆さん何かありますかはい、あの僕ちょっとこの文章で気になったのはあの毎回親子母子で言い争っているっていうところが一番僕は気になったんです多分言い争ったとして子供は何も学ばないしただお母さんに怒られてることだけしか多分残らないと思うんですね だからそういう接し方、まあ、僕も過去しちゃってたんですけど、子どもに対してそういう接し方を、まあ、僕も親からそういう接し方で受けて、辛い思いもしたんですけど、やはりあの腹落ちをしないと、あの怒っても全く変わらないですね、それは親子であれ、あの仲間であれ、同僚であれあの、うん、夫婦であれ、やっぱコミュニケーションの基本っていうのは、やっぱりあの伝えたから OK ではないですよね。言ったから OK ではない。しかもそこに怒りを入れてやっちゃうと余計にこう、怖いという感覚しか残らないので、やっぱりその分からない子供に寄り添うっていうかね、同じ目線でなぜわからないのかなっていうのを考える。どうしてわからないのだったらただ怒られてるだけしか多分残らないので、あの、そういう接し方を、まあ、反省もあるんですけど、僕もそういう接し方をしちゃってた、過去しちゃってたんで、まあ、あの、 そこだけはちょっと気をつけていったらいいのかななんてことはちょっと思いました。すいません、答えにはなりませんけど、すいません。はい、ありがとうございます。この私もこちらの質問を見たときに、まあ、あのお二方がおっしゃった点はすごいよく分かったんですけど、1点ちょっとこう気になるので、私からも重複でお聞きしたいことがあるんですけど、 実際の現金を使って、まあ、お小遣いをした方が良いのか、それとも電子マネーを使って、まあ、2000円までをまあ毎月入れるて、そこから使いなさいというふうにした方がいいのか、まあ、具体物をするのか、まあ、電子物になるのかという違いになると思うんですけど、おすすめの方法だったり、当事者から見てこっちの方が使いやすかったとっいうのもあれば教えていただきたいなと思います。 じゃあちょっとこれは回答いきますかねあの。もちろん現金の方が扱いやすいとは思うんですけども時代を見ていってそのお子様が大人になるときってほとんど電子マネーの世界になってると思うんですね。なのでどちらかというと私は子どもにはその電子マネーの方でやらや教育していこうっていうふうに考えています。はい、なので親,親,が親,親側もそういうのにアップデートしていかないと子どもに、えー、未来の 世界を生きる力ってのは与えられないんじゃないかなっていうふうに個人的には考えていますし、きっとそういう流れになると思いますが、皆さんいかがでしょうかあもうそこは同感ですね。やっぱりこう、変わるこ変わるものと変わらないものっていうのは世の中ある中で、変わるのに、ね、あの、それは、追い先短い人は変わらなくてもいいけど、やっぱこれからの未来を担う子供っていうのは、やっぱりそこの変化についていかないといけないわけで、うん、そこをかくなに過去の価値観でこうだ、うん っていう視覚を押し付けるっていうのはやはりちょっと怖いなっていう感じはします。はい、ありがとうございます。私もまあ小さい子供に対してはまあ最初はえっと現金を渡してまあ段階に応じて電子マネーにこう 両方を運用してその後電子マネーにっていう風に今ちょうどやり始めているのでやっぱ電子マネーはこれからどんどん活用されていくんだなっていうのをお二人にお聞きして思いました。ありがとうございいまますすでは次の質問に行かさせていただきますお金の管理の仕方のほかに発達障害の子が投資をしていいのか。 していい場合としない方がいい場合はどんなケースがあるのか知りたいです。投資をして失敗したらという不安がありますっていう質問が来ました。岩きさんいかがでしょうか。はい。えっとこれはですね、投資の多分そのイメージと部分的なところもあると思うんですよね。なんか皆さん投資ってこう画面が目の前にめちゃくちゃあって、毎日パソコンの前で上がった下がったでこうされているイメージを持っていらっしゃる方が。 多いと思うんですけれども、えー、私たちが FP としてお伝えさせていただくと、もちろんそういうのが好きな方はそういうのをやればいいと思うんですが、先ほど、皆さんもおっしゃったように、積み立て NISA のような形で、一気にお金をどうこう動かすというよりは、もう投資信託っていってこう、運用してくれる人にお金を、運用してくれる銀行、金融機関にお金を預けて、もうそれを運用してもらうという形であれば、発達障害の方であっても、 え非逆にあのなんかこの仮想通貨、暗号資産ですかね、今でいうと暗号資産とか、なんかその一気にお金を増やそうっていうのはやめたわけがいいです、ギャンブルと一緒になっちゃうはい。10年、20年のスパンで増やすことを考えられるのがいいと思います。 はいありがとうございます、はい、宮原さん補足とかありますか？そうですねまあ僕も結構お金で失敗したことがあったりするんです、はっきり言いましてあのこんな偉そうな資格は持ってるんですけど、やっぱりそこってあの失敗して気づくっていうこともあったりするんですね。だからあのちっちゃい失敗はやってそこで何を学ぶかっていうことですよね。あ僕だからそれがめちゃくちゃ向いてる人もいるんですね。あの発達障害というかねこう そういう仲間でもね、そういうのがめちゃくちゃ得意で、何億って持ってる人、実はいたりするんです僕の知り合いでもね。だから、あのまあ、そのお金っていうものの意味ですよね。やっぱり稼ぐ、お金が、数字が増えるっていう意味ももちろんあるんですけど、やっぱお金って結局使うものなんですよね。そこをやっぱり理解して、増やすことがすべて正しいんだとかねあの、お金にこう、なんていうかな、こう、お金に、 こう、囚われちゃうっていうことじゃなくて、本当のお金の使い方とか使い道とかね、そういうことをやっぱ学んでほしいし、でも、あの、やっぱり人と比べて、ああ、お金持ちって羨ましいなとかね、あの、物欲とかそういうのもある中で、なんかそういうのをこう自分の中でこうよく理解して、ちっちゃな失敗はいっぱいしていいと思うけど、その失敗で何を学ぶかっていうところが一番大事かなと。 難しい、でもすごく難しいなと思います。あの、衝動性っていうのが、どうしてもこう、発達の人、まあ僕もそうなんですけど、あるので、なんかそういうのにはまりやすく、ギャンブルにハマりやすかったりね、するっていうのが、投資というか、投機みたいなね、デイトレードとか、そういう FX みたいなのって、こう、すごく刺激があるので、そういうのにハマっちゃいやすいタイプでは正直あったりするので、まあそこを、やっぱり、うん、学ぶのも難しいですけど、結構失敗してる人は、います。はっきり言うと。 あのこの界隈でも難難しいですねはっきり言うとすいませんなんか答え <laughs> 答えになってないですけど、えー、あの失敗からあのまあ学ぶことはいっぱいありますし生きたお金の使い方っていうのが正しいんだなっていうちゃんと考えなきゃ私たちもあの考えていかなきゃいけないことなんだなっていうのがすごいよくわかりましたありがとうございます。 では、えっと、投資に関する質問がまだ来ていますので、こちらの方、続けさせていただきたいと思います、えっと。これから積み立てていくより、預金を運用していきたいと考えていますが、どういう投資がありますかという質問が来ているんですけれども、岩切さん、いかがでしょうか。はい。えっと、これはどうしてそう思われたかというのを、まずちょっと聞きたいところではあるんですけども、 えとそれが分からないの何とも言えない感じですかね。はいなっていうのも、預金を一気にどかっと預けたいのか、預金がある分を毎月毎月積み立ての方に回していきたいのかでも全然違うので、はい、なぜかというのが、えー、まず聞きたいところではありますが、はい、あのもしその運用初心者で全然分からないよということであれば、あの かちゃんとした専門家に相談されるのを一番お勧めします。はい、先ほど2パターンあるっておっ,っあのおっしゃったんですけれども、具体的にどういう2パターンがあるか、教えててももらってもいいですか一気にお金をどかっと預けるか、あとその預金を切り崩し、預金を積み立てにしていくかっていう2パターンって感じですね。 それはもうご家庭によって持っているものお金,お金の,そのまあ残高だったりその投資の余裕だったりに応じてまた違ってきてるっていうのもあると思うんですけれども飯原さんはいかかがですか、はいえっと、僕自身はあの、まあ、僕保険を打ってる人なんですけどあの学士保険に入らずに子どもの えー、生まれた時にですね。まあ、その時は積み立てにさ s でなかったんですけど、あの、投資人宅を積み立ててます。それが、まあ、今15、六6年経って、まあ、2倍まではいってないけど、1.5倍ぐらいにはなってます。あの、普通にやってたら、あの、今、学習険ほぼほぼ、あの、増えることないですし、増えたとしても、当時でも増えて200万が210万とか10万ぐらいしか増えなかったのが、せいぜいだったと思うんですけど、今僕がやってるのは200万が、まあ15の、15、の 5年ぐらいで300万ぐらいになってるんですね。まあ、それだけ積み立て投資っていうのは、あの、いい商品というかね。まあ、もちろんリーマンショックみたいなのが来たら、あの、今300万が、例えば200万にゴンと減る可能性はもちろんあるんですけど、そこで出さなければいいわけで、なんかそういうのをやっぱり学んでほしいなと、僕は個人的には思います。そう、そういう知識っていうのは、あの、これから本当大事になりますし、だから投資と投機っていうのは全く、 あの、ギャンブル的に、こうね、デイトレードとか FX みたいなので、あの、売り買いってやっちゃうと、もう、怖いんですけど、あの、長時間、時間を身につけて、分散投資ができれば、あの、すごく安全なものになりますので、特に若い方とか、あの、よくやっちゃって失敗するのがね、あの、退職金をドカーンと入れて、リーマンショックで半分になっちゃったよ、みたいな、そういうやり方じゃなくて、あの、ま、子供なんか、 だったら生まれた時にね、児童手当とか入ってくるので、そういう月1万円をずっと積み立てるなんてやってたら、まあ僕はそういうやり方をしてるんですけど、まあ15年でまあ1.5倍とかにはなってるので、うん、なんかそういう知識を知ってる知ってないでそれだけ差が出てくるっていうのが、これからなかなか給料が増える時代でもないのでね、そういう知識を持ってるっていうのはすごく大事なことかなとは思います。はい、そんな感じでいいのかな。はい、すごい。 分かりりやすいです。いいでありがとうございましたと。そうですねあの、やっぱり学士保険とかもいろいろあるしあの、選ぶ側としてもとても悩むところなので、そういう時にあに相談に乗ってくださる、信頼できる方がいるのはまた違ってくるのかなと思いました。とえー、とでは、えーと、次の質問の方が。えー 続きましたイデコと積立たて NISA のことに関するものなので、そのまま続けさせていただきます。えー、昨今流行りのイデコや積立たて NISA が気になっております。娘は発達障害で、特例子会社に就職2年目になりますが、今のところ収入のほとんどを貯蓄に回しています。イデコなど、始めた方がいい人、始めない方がいい人、始めるなら注意点など。 教えていただけると幸いですという質問が来ています。えー、岩切さんいかがでしょうか。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。はい。えっ、ー、とこれはですね、遺伝子は先ほどと被ってしまうんですけれども、六十歳まで引き落とすあのお金を下ろすことができないので、えっ、ー、とまあそこは慎重になった方がいいというところと、私個人的に、えー、依頼に来られた方にお話しする際は。 特に就職2年目と5年目ぐらいまでの方には、あまりその資金を固定,さ固定するような商品を提案することはしないようにしています。なぜかというと、発達障害の方というのは、転職回数が多かったり、職場によっては合わなくて、こう休職しなきゃいけないというようなことになったりすることもありますので、そういったときに手元にお金がないということが発生し,てしますと、すごくリスクが高いので、 もう社会生活でやっていけると、もしくはこの会社でやっていけるよってことが大体見えてくるぐらい、人によって違うと思うんですけど、僕はで3年から5年とお伝えすることが多いんですけど、そういったことになったときにあの、やっと始めていいかな、始めるかどうか検討していいかなと思います。 宮原さん補足とか何かさ僕もそうですね、岩切さんのお話聞いてて、そうだなと思うし、いでこよりもやっぱり積立て i s a の方が、途中で、ね、あの必要な時に出せるっていう意味では、そっちの方が僕はいいなって思いました。はいでこだとね、60とかになってくるので、うん、やっぱ積立て i s a の方が使いやすいのかなとは思いました。 はい、ありがとうございます、えっと。そうですね、就職2年目っていうのがちょっと、うん、落ち着くかどうか微妙な時期なのかなっていうのは私も思いました。ありがとうございました。えっと、お時間があと10分ほどありますので、引き続き、えっと、ご質問がまだまだ来てますので、えー、お答えいただければなと思います。えっと 次は親亡き後のお話も聞いてますので、こちらの方もお願いできたらなと思います。えー、親亡きあと子供に資産を残す場合、例えばマンションなのより現預金の方、現金、預金の方が良いのでしょうかという質問なんですが、岩切さん、いかがでしょうかはいあ、ちょっと質問を読みます、はいあ。これはあのお子様のそ障害というか、 その程度にもよるんですけれども、えっと、もし自分でマンション管理ができる方であれば、マンションでもいいと思いますし、もしマンション管理が難しいと、結構業務多いですからね、大家さんになるわけですので,で、もし不動産屋さんにお願いすると、あの仲介手数料とかかかってきたりもしますので、管理手数料ですかね。なので、え自分で管理ができない方の場合は、預貯金の方ががいいです。 あとマンション建ててもマンションではアパートとかですかね。人が必ず入るとは限らないので、負の資産になるリスクをお子様が把握しているかどうかっていうのも非常に重要かと思います。以上です。はい、えー、宮原さんはいかがでしょうか。そうですね。マンションその投資収益物件としてマンションを持つっていうことは、まあ個人で経営する大家さんとして経営をするっていうことなんで、そういう能力がなければ、あの岩木さんおっしゃったように負の資産になって てしまいますのでまあ、そこは慎重にあの判断されることかなと思いますはいはい、ありがとうございますなかなかその現金を残しておくとそれを一気に使ってしまうんじゃないかなって不安も親側の店としてはあるので何かこう、えー、形に残せればという形 思いもあるのかなと私はちょっと思いました。えっと、宮田さんもし見え外せるのであればこの、えーあまあ、マンションより現預金の方がいいかどうかの、えっと、質問に関してご意見をお聞かせいただけたらなと思いますあ。すいません、途中から入って申し訳ございません。ちょっと体調を崩しちゃって、あ,あの今気づいてあの参加する。 ということになっているので、ちょっと頭回らない状態ですけど、まあ、よろしくお願いいたします。すいません。あの、チャットの皆さん、はじめまして、あの、当事者で、えー、ファイナンシャルプランナーであり、えー、障害者の支援の講演をやっております、宮田と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、先ほど、その親なき後のことで、あの、ご質問があったんですけど、まずしくちょっと、あの、私のお話になるんですけど、まずしく当事者で、 先,先月ですかね、あの父をあのー、亡くしたんですね、で私はあのー、やっぱ現金をやっぱ残した方がいいなっていう思いなのは、そのていろんな手続きとかがやっぱり、あの普通の方々でもやっぱり行政書士とか、まああの相続に関してだと弁護士とか、やっぱそういうの頼むんですけど、やっぱもう、一当事者がいろんな手続きやったんですね。あのー えと母の,その受け取る遺族年金であったりとか、まあ、あの役所の手続きとかであったりとかあの代わりにやったんですけどもう本当にもう回らないですしんどいのでやっぱやっぱ手元にお金を残せるんであればやっぱそのお金を残してすべてあのあの任せられる範囲はプロに任せた方がいいという意味でお金は残すべき手元にお金を残した方がいいです。さすがに私もちょっと相続の 県でもうあのー、やっぱ相続とその発達障害の当事者と全く関係ない相続のね兄弟とかあの遠い親戚とで相続のことについて話す時にやっぱそこで発達障害の話もせなあかんかったりとかでもっとさらに大変なのであの私はやっぱ現金残して、まあ、そういうプロに任した方がいいと思いますもうこれはもう今現在進行中であるだからこそ言えることです。 はい、ありがとうございます。体調悪い中、ご参加くださりありがとうございました。ま,また貴重なご意見もありがとうございます。はい、では、あの次の、えー、質問にも移りたいと思います。えっと、こちらも、えー、親が亡くなった後の管理を知りたいということで、ご質問を一言頂戴しているんですけれども、えっと、岩切さん、いかがでしょうか。はいちょっとも 文章いただけますかな,んかなくなった後の管理は今の質問と少しかぶるところがあるかもしれないんですが障害の程度によって変わると思うんですけどももしすごく重かったりとかちょっとお金をたくさん使う心配があるよってことであれば生命保険信託とかですねあとは信託銀行を使うというのは一つ手かなと思いますこの辺り皆さんもお詳しいところだと思うんですけども あそんなに詳しくはないですけど、まあ、特定贈与信託とかそういったこともありますし、そういうの商品を使っていただくと、まあ、いわゆる年金形式で、ね、もらえたりするので、あの一気にあの3000万入ってきて、ドーンと使っちゃったよとかじゃなくて、月100万ずつとか、まあ、100万大きな、月20万ずつとかね、月10万ずつとか、そういった受け取り方も選べたりする商品っていうのもありますので、なんかそういうのを生前、うん、にやっておくっていうのも大事なのかなって思います。 はい、えー、宮田さんは、まあ、さらにご意見がありますでしょうか。はい、えー、っと、あのー、私の場合でしたら、あのー。えー、っと、この、お、亡くなった後の管理の一つとして。まあ、あのー、成年後見人制度っていうのがあります。で、この成年後見人制度っていうのは、あのー、まあ、よく、あのー、これから、あのー、障害関係なしに。まあ、これで、まあ、だんだん七十歳。 75歳以上の後期高齢者が増えていく場合にはもうあのなかなりの確率で使っていくかなと思うんですけどこの青年後見人制度っていうのはあの障害の程度によってあのお金の使い方例えばあの大事な場面ですねあの何か大きいものを借りるとかなんかそういう大きなものを。 例えば不動産とか購入するとか、まあ、そういう日常的なもの以外に関しての購入とかの場合はあの自分の判断でどうしてもやっぱりってなった時にあの成年後見人制度を使えば何て言ったらいいんですかねあの、まあ、購入のところの会をやってくれたりとかしてくれるんですねで、まあ、大体成年後見人制度っていうのはあの、まあ、もう国も進めているものでございますしで大体 えー、月2万円から4万円で、あのー、そのお金の管理ができるという制度があるので、あのーまあ、そちらの方を使っていくというのは、えー、大変ありかなと思います。はい、ありがとうございます。か、はい、青年後見人制度も、ね、すごく制度としてはいいんですけど結構いろいろな、まあ、僕もこういろんな方に接しててこう実務的にこうそのいろんな後見人の方がいて。なんか 不満がある方っていうのもたくさん実はいたり、所持します。で、あの、青年貢献人制度もいいんですけど、あと、家族信託という制度もありますので、なんか、貢献人だとね、その家族がなれなかったりするんですね。あの、利害関係者がなれなかったりとかいうこともあるので、なんか家族信託とかそういうのもよく調べてもらって、まあ、青年貢献人にするにしろ、まあ、あの、任意貢献人とか法定貢献人ってあるんですけど、あの、やっぱりね、し本当に信頼できる、なんか金目当てでやってるような方も、 いるっていうのも、あの、実務でよく聞くこと、話もありますので、そこは、あの、選ぶ際も本当に慎重に選んでいただきたいなとは思います。 はい、ありがとうございますあの誰に生、えー、年後兼人制度していただくのかそれとも家族信託にするのかっていうのはあの家族内で生前にきちんとお話をするのが一番いいのかなって私は個人的に思いましたでは、えっと、次ちょっとお時間が迫ってきましたので次の質問で最後にさせていただきたいと思います、えー、衝動欲求が強く 金銭管理がとても強いあ難しいです、えー。衝動欲求を抑える方法はありますでしょうかということなんですけど、えー、岩切さん、いかがでしょうかはい、これですね、すごい事例がありましてあの、私のクライアントでプランニングさせていただいた方がいたんですけれども、プランニングして目標金額を決めてもどうしてもあの使っちゃうよという方がいて、その方がこれ、皆さんが ちょっとえー、と相談されるかどうかあれなんですけど、ADHD 専門のコーチングされる方っいうのがいらっしゃるんですね、アメリカの資格で。えー、で、その方に相談したら、もう無駄遣いとかがめちゃくちゃ減ったんですよね、その方が。はい。なので、ADHD コーチ、ツイッターにいらっしゃる方なんですけど、ADH コーチのカズさんって方がいらっしゃるので、ちょっと後ほど URL をあのチャットに貼りますんで、皆さんぜひチェックしてください。僕も すごくこう、なんか力不足だとすごく申し訳ないなっていうのと、カズさんすごいっていう風になりましたのであの、ぜひ、もし本当お金、全然その高い金額で今やってないんで、カズさん、始めたばっかりなので、でもアメリカの資格ですごく優秀で、あの本当に紳士で素敵な方なので、あので僕はこの話をインタあのツイッターとかでしたらですね、すごく良かったっていう声をツイッター上でまた聞いたりっていうのもありましたので。 今、ツイッター貼りました。ここの方、もしよければ、えーま、金額とはもちろん相談とは思うんですけど、ぜひちょっと聞いてみてください。めっちゃいいんで、あの本当におすすめです。僕別に紹介料とかもらってないんで、安心してください。<laughs> はい、ありがとうございます。私も後でちょっとチェックしてみようと思いました。はい。宮原さん、いかがでしょうか。そうですね。あの、まあ、岩城さんの話は僕初めて聞いたんですけど、やっぱりこう、あの、 高いっていうのも何をもって高いかってことなんですよね。あの、2万円払ってね、何も起こらないのと、何も頼まなくて200万損するようになったらどっち選びますかっていう話なんですよね。だから、そこはやっぱりこう、そういうコーチとか、そういう、やっぱりこう、衝動欲求を抑える方法ってやっぱテクニックじゃないんですね。やっぱ心の問題になってくるので、なんかその伴走してくれる人、コーチだとかカウンセラーだとか、そういう、 あの、第三者ですよね。そういう、なかなかそういうのを見つけるのって難しいとは思うんですけど、まあ、岩木さん紹介する人だったら多分間違いないやろうなって僕も思うんですけど、ね、なんかそういう人をね、あの、探して、あの、今、オンラインの時代なんでね、そういう全国ど,どこでもつながるような方もいらっしゃるので、なんかそういうのも利用しやすくなったかなと。近い人に頼む、ね、素人に頼むより、やっぱり遠くてもプロの人、本当にね、あの、相性が合う人っていう人に頼むっていうのも、 あのもちろん選ぶときは慎重にね選んでもらったらいいのかなと思いましたはいありがとうございます、はい、宮田さんはあのご意見ありますでしょうかあはいあ,、はい、あのちょうどこれあの身近な県であのこの前あの学童の方であの まあ、発達障害を抱えていて ADHD、まあ、AD ASD 両方を抱えていて、まあ、自閉症スペクトラム障害と、まあ、ADHD 両方を抱えていてかつその年金をもらっている世代珍しく70歳ぐらいで、まあ、発達障害って言われている方にお金の管理ってどうしたらいいんですかってあの福祉法人からお電話の相談があったんですね。で、あの よくあの、僕、その場で、あの、言ったんは、あの、お薬の、あの、何日に、 これを飲むっていうところにあのお金をお金バージョンをそれを作るんですねお薬朝昼晩って飲むのにこれを飲むんだよーっていうのでお金のやつもそれをあの朝昼晩って作って、まあ、2週間分2週間分だと多すぎるとやっぱ使い込んでしまうリスクがあるので例えばその3日だけそれを作るとか1週間だけ作るっていうふうにして間隔を短めにして朝はこれだけ昼はこれだけ夜はこれだけって使ってで あのまあ3日から1週間後に例えばその伴走してくれる方まあ身近なところでいうと地域包括支援センターとかっていうところまあ高齢者が使うイメージなんですけど障害の方もあの利用してもいいのでそういうところにあのちょっとお金の管理っていうのをあの一緒にそのチェックとかしたいんだけどって言ってまああのまあその包括の人とかがどうしても最初はやっぱりね 他人なのでねやっぱ信頼の問題もあるのであの一緒に。 確認をしてっていう形で誰か1人あの客観的な人、まあ、宮原さんがおっしゃってたようにあの客観的な人がいると、まあ、管理とかあのしやすいかなと思いますで衝動欲求を抑えどうしても使ってしまったって時はもうなんかこんだけ頑張って、まあ、例えば管理をしてるんだからそ,そこまであの落ち込んでしまうと逆にまたうつとかあの二次障害発症してしまうので、まあ、それはもうなんかしゃあないなって、まあ、いもう最初からその 100%成功しようというんじゃなくて、10%、20%でも、こんだけそういう管理をして成功したんであったら、もうそれは丸っていうふうにあの、心得るっていう、なんか気持ちの転換もとても大切じゃないかなと思います。はい、そうですねあの、気持ちの転換もすごい大切かなって私も思いました。どうもありがとうございました、はいと。お時間がちょっと多すぎたんですけれども、今日のディスカッションはこれで終了したいと思います。では、鈴木代表、お返しいたします。 はい、いありがとうございます。ちょっとお時間もあるんで、えっと一人お一人にお声を伺う時間がなさそうなんですが、あのどうもありがとうございました。はいえっと、で皆さん、プロなんで、ここで全部答えてよっていうリクエストもあったんですけど、ま、ちょっと私から言いづらいですけど、ま、お金を払って時間をもらっていただければと、ファイナンシャルプランナーのプロの方にですね、えー、思いますので。 あの岩切さん、宮原さん、宮田さんにぜひコンタクトしていただいて、さらにそこからあのお話もあの、プロもまたさらに紹介していただけるかなと思いますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、りょママさんも、えー、5回にわたって、えー、シリーズ担当していただきありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、最後ちょっとだけクロージングになります。えー、っと、この,あのお金のシリーズは、 えー、今年5回やりまして終わりまして、また来年ちょっと今考えているところなんですけども、えー、と1月にですね、えー、筑波大学佐々木銀河先生と読み解く就業実態調査2021ということで、えー、と今、900人規模でデータが集まりました、年末まで行っています、発達障害の方の就業の実態の調査の最新版を、えー、と大学の先生とともに読み解いていこうというのが次のセミナーになります。で、実は2月にはですね、 あの私が録画し忘れてしまったものを <laughs> えと今度、岩切さんとあのまた歯医者復活というか、はい、私が歯医者なんですけど、させていただくので、それがまたお金の回になりますが、また3月以降もいろいろ考えていこうと思いますので、ぜひ楽しみにしてください。はいえー、とではあの、これで今日のイベントは終わりにしたいと思いままます皆様どううもありがとうございいいしししたたた参加してください今日はこれで失礼いたします。